心の機能を高めて心のモヤモヤを改善、マッサージをしましょう。まず右腕からやっていきます。左手で右肘の真ん中にある極託を3回押します。1、2、3。腕の中央をぐーっと流して手首までいきます。手首にある大腰というツボを3回押します。1、2、3。これを3セット行いましょう。次に肘の内側にある小腿というツボを押します。1、2、3。次に手首まで流します。手首の小指側にある神門というツボを3回押します。1、2、3。このマッサージも同様に3回行いましょう。